カラスマタコヤ支店カフェベローチェは株式会社社ノアールが展開するセルフサービス形式のコーヒーショップであるセルフサービス方式を採用したカフェであり1986年に営業を開始して以来東京都心を中心にしつつ関西や東北九州名古屋などへも事業を展開する店名のベローチェはイタリア語で早いという意味であり迅速なサービスを表現している 全店舗直営で展開することにより、それを実現している。コーヒーを中心としたドリンクメニューだけでなく、サンドイッチなどを店内調理しているほか、焼き菓子やデニッシュ、ケーキなどといったフードメニューを揃える。ブレンドコーヒー M サイズを1杯200円で販売するなど、商品は低価格に設定されている。ブレンドコーヒーなどを提供する。マグカップは2003年4月から導入しているほか、 エスプレッソ系ドリンクには全自動マシンではなく一杯ずつミルクをスチーミングしたホームドミルクを用い販売している。なお一部でエスプレッソとエスプレッソ系ドリンクを取り扱っていない店舗もある。出店開始当初の店舗は効率を重視したレイアウトでハイチェアを配した小型店が多かったが現在では比較的大規模で席がゆったりしている店舗が主流となってきている。 一部店舗ではソファーを配置するなど、くつろぎの空間を演出する店舗が主体となっている。2003年にシンガーソングライターの谷村新司が、ラジオ番組でベローチェのメロンパンを取り上げたことから話題となったが、現在は当時の商品は取り扱っていない。2007年10月1日、講談社の雑誌。 大人の週末同年10月号に掲載された人気カフェチェーンランキングで主要なコーヒーチェーン11社のうち最下位とされる。これを受け、シャノアールは名誉を傷つけられたとして1100万円の損害賠償と出版差し止めを求め、講段社を提訴した。2013年カフェベローチェで勤務していたパートタイマーが雇用契約を終了したことの不当性と、 鮮度という言葉で人格を傷つけられたとして、運営会社社の R を相手に、雇用の継続と200万円の損害賠償金を求めて東京地裁に提訴した。2016年2月16日、東京高裁で和解が成立した。2018年8月現在、全国に172店舗を展開している。ありがとうございます。